市幹事長の記者会見を始めたいと思います。冒頭幹事長より発言がございます。はい、2点申し上げたいと思います。まず1点目ですが、車椅子テニスの国枝慎吾氏に、国民栄誉賞を授与することを決定したと岸田総理が閣議で、報告したと報じられております。国枝選手はパラリンピックで、金メダルを4つ取られ、またテニスの4大大会で、全て優勝されるなど、輝かしい実績もありますし、またパラスポーツの振興に大きな役割を果たしてまいりました。パラリンピック選手として初めての国民栄誉賞となり、心からお祝いを申し上げたいと存じます。2点目ですが、統一地方選の前半戦となる都道府県政令市会選挙の3月31日の告示日まで1ヶ月を切りました。ちょうど4週間前となります。ネットワーク政党である公明党におきまして、地域の最前線で活動する地方議員は最重要の基盤であります。今回の統一地方選挙は約3000人の公明党議員のうち半数以上が挑戦する大事な選挙であります。統一選の重点政策として7つの政策を柱に据えまして、安心と活力ある社会の実現に向けた具体策を掲げております。昨今の物価高対策などにもしっかりと取り組み、暮らしを守るための政策推進に全力を挙げてまいりたいと思います。その上で党一丸となって全員当選を勝ち取っていく決意であります。私からは以上であります。はい、それではご質問のある方はよろしくお願いいたします。じゃあ西田さん。日経新聞の中村です。公明党の西田税調会長、税調会長が2日の参院予算委員会でいわゆる年収の壁解消の具体策を提案し、配偶者の有無にかかわらず106万円134万円の人に、年収って違いますが10、15万円を給付すべきと主張していました。配偶者手当の上限を撤廃した企業への賃上げ促進税制の適用も提起しています。これらの点について、これは党として訴えていく主張なのかどうか、また どのように年収の壁解消を図るのかということを改めてお伺いしたいと思います。はい、いわゆる106万、130万、場合によって103万という指摘もありますが、その年収を超えると、扶養家族から外れ、社会保険料の負担が生じる、あるいは、その基準をベースにして企業側が家族手当、あるいは配偶者手当を支給をしていると、その水準を超えるとその手当がなくなるということで、収入が減る、またその支出が増えるということで、二重の壁の問題になっているわけですね。で、企業側にはまたその企業側の家族手当、配偶者手当のあり方については、それはそれで検討しなきゃいけないと思いますが、社会保険料負担が増えることによって、実質手取りが減ってしまうということに対する課題ということが、取り上げてきたわけです。で、西田参議院会長からは、給付でその壁を埋めるという考え方はこれまでも説明を聞いてきましたけれども、昨日の予算委員会で初めて具体的な案を私も知りました。ということで、まだ党として正式にオーソライズされているというわけではありませんけれども、非常にいいアイデアだというふうに思います。特に給付でその対応する場合に、いわゆる単身の女性との不公平さということも言われておりましたが、単身の女性も含めて、対応するということで昨日そういうアイデアを出してきましたので、壁解消に向けての有力な案ではないかというふうに私は受け止めたところであります。はい、よろしいでしょうか。では次にお願いします。はい、じゃあ次です。
NHK の佐々木です、憲法についてお伺いいたします。昨日今国会で初めて開かれた衆議院の憲法審査会で、維新と国民民主が議員任期の延長について具体的な条文案の作成に入ることもを提案されまして、で北川副代表も条項案の検討も念頭に議論を進めるべきだと主張されました。で、まあ、党としてもさらに議論を積み重ねるとはしているとは思いますが、今後どのように党内議論を進めていくかお考えをお願いいたします。はい、昨年の通常国会からですね、衆議院の憲法審査会、毎週1回開催して議論がかなり進捗してきたという印象を持っております。で、私どももかねてより、憲法上課題があればそれは議論して、で現行憲法に、付け加えていくという加憲という考え方を申し上げておりましたけれども、やはりコロナ禍を踏まえてですね、大規模な感染症であったり、あるいは大規模な災害が起きたりいった際に、衆議院の任期満了が近いケースでですね、どうしたらいいのかと、そういう課題がある中で、議論が深められてきたというふうに思いますので、私どもそれは非常に重要な課題だというふうに思っております。さらに都内の検討をですね、しっかりと進めていきたいというふうに思っています。はい、どうでしょうか。それでは次にお伺いします。はい、共同通信宅部です。超党派の日韓議連が今日役員会を開いてですね、菅、前首相が、日韓議連の会長に就任することが内定しました。それについて、受け止めをお願いします。もうそれは役員会で決まったことですか。決まりました、はい、決まったということですか。はい、役員会。あ、そうですか。はい、やはり日韓関係今、韓国側もユン・ソンによる政権になってから、やはり日本に対する対応が大きく変わり始めているというふうに受け止めております。また徴用工問題の向けてもですね、大きな山場を迎えつつあるという中で、やはり日韓議連の会長に元総理という立場の方が就かれるということは、やはり日本側がこの日韓関係を非常に重視しているということのやはり表れというふうにも韓国側にも受け止められると思いますので、私は評価をしたいというふうに思います。はい、それでは次いかがですか。はい、産経の原川です。よろしくお願いします。冒頭の発言にありましたですね、統一地方選なんですけれども、全員の当選を目指勝ち取っていく決意を示されましたけれども、告示前ではありますが、その全員当選に向けた全国の選挙、どうご覧分析されているのか。中津区ですね、大阪はですね、日本維新の会が強い土地柄で、日本の維新の会は地方議員600人増やすということで、今回も大阪中心に、日本維新の会としても躍進を目指されていると思うんですが、全国の選挙、特にその大阪を中心とした近畿の選挙についてどうご覧になっているのか、そこをお聞かせいただけますでしょうか。はい、統一地方選挙は各党ともに、党勢拡大をかけた、熾烈な選挙戦になりますので、全国で、もう厳しい選挙戦が予想されております。特に大阪はじめ、関西圏での選挙はですね、維新が非常に強い地域でもあり、また大阪では議員定数が減らされていると、そういった中で維新が候補者を増やしているということもありまして、特に厳しい選挙になると認識をしております。いずれにいたしましても、国と地方のネットワークで政策を実現をしてきた公明党の実績と、それぞれの地域に根ざした候補者の実績、あるいは今後の取り組みを各地でしっかりと訴えて、全員当選を目指していきたいというふうに考えています。はい、
それではいかがですか。さて、朝日新聞の野平です。放送法についてお伺いします。立憲民主党の小西参議院議員が昨日の記者会見で、放送法の政治的公平性をめぐる解釈に関しての、官邸側と、総務省側とのやり取りを示すとされる文書を発表しました。でその上でですね、その解釈変更を試みたというふうに批判しているんですけれども、官庁、この件に関するご見解をお願いします。私も報道で見ましたけども、中身を詳しく承知しているわけではないので、また小西議員が出された文書っていうのも実際ちょっと見ていないもんですから、具体的なコメントはなかなかしづらいのでありますけど、いずれにいたしましても、政府の方でですね、丁寧に説明していただきたいというふうに考えています。はい、次にいかがですか。では中村さん、日経新聞の中村です。立憲民主党と日本維新の会が2日に正当な理由がないまま国会に登院せず懲罰処分を受けた議員に対して給与に当たる歳費を4割カットする歳法改正案を参院に共同提出しました。当選後国会欠席を続ける NHK 党のガラシー参院議員を念頭に置いた対応です。公明党としてこの歳法改正案並びに欠席を続ける議員の歳支給の在り方、これをどう考えるのか、これについてお伺いしたいと思います。当選後ですね、正当な理由もなく国会に一度も登院しないということはやはり国民から到底理解されないことでありますので、対応について当然検討していくべきことだと思っています。で、ご指摘のガーシー議員の件について申し上げれば、歳費というよりはむしろその懲罰の在り方の方が課題ではないかと認識をしております。すなわち今の懲罰が戒告と陳謝、登院停止と除名と、登院してきない人に登院停止をかけても全然意味がないわけですよね。そしたらすぐ除名に行ってしまうのかと、登院停止と除名の間にですね、ちょっと幅がありすぎるのではないかというのがやはり今回の件で、明らかになってきた課題ではないかなというふうに私は認識をしております。これは全議員に関わる問題でありますから、懲罰の在り方について各党会各会派で議論していくことがより適切なことではないかなというふうに考えています。はい、どうぞ続けて。関連してお伺いします。懲罰の在り方ということですけれども、これ公明党として党内で懲罰の在り方について検討を進めたり、議員内でのしかるべき機関で提起したりすることを予定されているということはあるんでしょうか。今直ちに何か行動を起こすということではありませんけれども、議員運営委員会等の場で議論されるべきことかなというふうに思っています。はい、どうぞ。時事通信の目崎です。今の関連するんですけれども、今党員停止と除名の間にちょっと幅がありすぎるのではということでしたけれども、官庁 の, 個人的なご意見でもいいんですけれども、この間例えばどういうものがあり得るというふうにお考えでしょうか。例えばというのは非常に重要なことなので、私の個人的な意見は差し控えさせていただきたいと思います。これはまさに、国会の中で議論すべきことだというふうに思っています。はい、担当さん。共同通信、田久保です。衆院選の10増10減の選挙区調整についてお伺いします。先日山口代表も4つの選挙区を自民党側に求めているということを明らかにされましたけれども、現在の、調整状況、いかが進んでいますでしょうか。はい、これは毎週私 の, 記者会見で問われることでありますが、まだ現在協議中の事項でありますので、まずは選対委員長官による協議を見守りたい。候補者が増える地域において、公明党が積極的に用事をするという姿勢は変わっていないということであります。はい、どうぞ続けて。関連でですけれども、もう3月になり統一地方選も始まるということで、いつ頃までに決めたいという目処などはあるんでしょうか。はい、これもこれもかねてより申し上げている通り、早ければ早いほどいいということであります。ありがとうございます。はい、
次にいかがですか。それではなければ終えたいと思います。はい、ありがとうございました。